シャマイナス 3? シャマイナス3は、元は、ケコックとして知られた、暗号学的ハッシュ関数である。シャシリーズの代替という目的からシャマイナス3という、名があるが、シャマイナス2までの方式、とは、全く異なっている。そのうち構造的には、シャシリーズではない。レイディオガトゥーンを元にし、グイド・バートに、ジョーン・ダ・エメン、マイケル・ピーターズ、ジルバニア・セによって設計された。 2004年のクリプトに始まる MD5 への攻撃成功の確認と、シャマイナス -1 への攻撃の理論的確率という、急速に進んだ在来の関数の期待化を同期とした、アメリカ国立標準技術研究所によるこれらににした構造を持たないハッシュ関数を求めたコンペティションによるものである。しかしその後、ス -2 への攻撃法の研究は進んだものの、2017年初頭、時点では、 効率的な、有効な攻撃法の報告まだないことなどのため、結果として、シャマイナス2の代替の用意が重要ではなくなるなど、状況が変化している。なおその一方で、シャマイナス1については、2017年2月には、衝突攻撃、強衝突体制の突破の行が、現実に示され、シャマイナス2への移行は2017年現在、喫緊の要求となっている。 2012年10月2日、ケコックがコンペティションの勝者として選ばれ、2015年8月5日に正式版がフィップスパブ202として公表された。ケコックはスポンジ構造、スポンジコンストラクション3を採用しており、メッセージのブロックは状態の初期ビットとの X、R、を取った後に、口実のブロック置換が行われる。マイナス3で用いられているバージョンでは、 状態は64ビットのワード帳の5個アレイから構成され、総計で1600ビットである。設計者によれば、ケコックはインテルコア2で12.5サイケルズパーバイトの速度が出ると主張している。また、ハードウェア実装では、他のどの最終候補よりも高速であった。ケコックの設計者は、認証付き暗号や特定のアーキテクチャにおいて、 より高速のハッシュ計算を実現する、非構造のハッシュなど、標準化されていない関数の利用法を提唱している。ケコックでは、2のべきで、表現できる任意のワード帳を使うことができる。最小のワード帳は、w イコール2イコール1であり、その時の状態は25ビット。小さい状態帳は、暗号研究でのテストに有用であり、中間的な状態帳、w、 イコール4の時100ビット、W イコール32の時800ビットは実用的な軽量の代替実装として利用できる。ケコックはスポンジ構造を採用しており、入力が一定の比率で内部状態に吸収され、ハッシュ出力では同じ比率で絞り出される。データの R ビットを吸収するときには、データと状態の先頭ビットの排他的論理は劣り。 ブロック置換を行う。絞り出すときには状態の先頭 R ビットを出力として生成し、さらなる出力が必要なときにはブロック置換を行う。この機構の中心はハッシュ関数のキャパシティであり、入力でも出力でも触れられることのない C イコール 25WR ビットの状態である。これは求められるセキュリティ強度に応じて調整可能であり、 ャマイナス3では出力発出長を N ビットとしたとき C イコールに n と保守的な設定がなされている。そのため、1回のブロック置間ごとに吸収されるメッセージの長さ R は出力発出長に依存することとなり、224、256、384、512ビットの出力発出長に対して R はそれぞれ1152、1088、 832、576となる。社 -2 シリーズと異なり、社 -3 の関数、固定庁を出力する224、256、384、512バージョン及び可変庁出力のシェイク128及びシェイク256は全て同じブロック置間関数を持つ。これらのハッシュ関数を区別するものは、 パディングとスポンジ関数のパラメータの差のみである。ハッシュの計算においては、状態を例に初期化し、入力をパディングし、それを R ビットごとに分割する。入力を状態に吸収するには、R ビットごとに分割した入力と状態の排他的論理は夫からブロック置換を行う。最終ブロック置換の後の状態の先頭の N ビットが求めるハッシュ値である。 R は常に N より大きいため、絞り出す過程において、さらなるブロック置換は不要である。メッセージを R ビットごとのブロックに分割するためには、パディングが必要である。社マイナス3では、ビットパターン100001が採用されている。つまり、メッセージの後ろに、1つのビット1、その後に、いくつかのビット0、0個から R から1個まで。 そして最後に一つのビット1を追加する。パディングの最初と最後のビット1は必須であり、メッセージの長さがすでに R で割り切れる場合であっても追加される。この場合、100001である長さ R のブロックが追加される。最後のメッセージブロックが R-1 ビットの場合は、そのブロックに1を追加して、R ビットとし、さらに00001である長さ R の ブロックが追加される。このような処理は、ブロック数が増加するため無駄に見えるかもしれないが、安全性のために必要である。もし最初のパディングビット位置がない場合は、パディングが必要なメッセージの発出と、パディングされたかのようなメッセージの発出値が同じになってしまう、衝突。また、最後のビット位置は、異なる例と異なる発出帳のバリアントに対して安全性を、 保証するために必要であるマルチレートパディング。もし最後の位置がなければ、一つの短いメッセージに対する二つの発出、例えば、R=1152 イコールの場合と R=1088 イコールの場合が同じになってしまう。この時間は、ワード長を W としたとき、5号 W、ビットの状態を別の状態に変換する。 2のべきである2位の w イコール2に対して定義されているが、シャマイナス3においては、ワード長は w イコール64が使われる。状態は午後 w ビットのアレイで表現される。a, x, y, z は、リトルエンディアンに従うと wz 番目の入力ビットとなる。インデックス演算は、最初の2つの次元に対しては、 モーデューロ後、三つ目の次元に対してはモーデューロ W となる。基本的なブロック置間関数は5つのフクラウンドからなる12プラス2リットルの繰り返しで構成される。それぞれのフクラウンドは単純なものである代入形式で記述される場合、入力状態を A、出力状態を A とする。リストによる公募の期間中、 発見された問題への対処として応募者が、アルゴリズムを修正することが許されていた。ケコックに加えられた修正は、以下の通りである。ケコックがシャマイナス -3 として選出された後、2013年2月の RSA コンファレンス及び2013年8月のチェスにおいて、ニストは、シャマイナス -3 標準のセキュリティパラメータとして、キャパシティの大きさを、 応募時のもののももからら変変更更するであろうと発表しした。たた。こが一騒動をブルース・シュナイヤーはアルゴリズムを受け入れるにあたって有害なものであるとしてこの決定を批判した。一方、ポール・クローリーはこの決定に賛意を表明した。その内容を要約すると以下の通りである。ダニエル・バーンスタインは オリジナルのケコックで提唱されていたようにキャパシティを576ビットに強化することを提唱した。ケコックの設計チームは新しいパラメータに賛位を表明しており、ニストによるパラメータ変更はニストのハッシュチームと自分たちによる議論の結果によるものであると表明した。しかし暗号コミュニティに対してはすべての場合において512ビットのキャパシティを用いる。 ことを提唱している。2013年11月、ニストのジョン・ケルシーは、ジスでの発表に対する反応から、近いうち正式に発表する走行においては、キャパシティの値を応募時のものから変更しない方針であることを明らかにした。この方針は、2014年4月及び5月に続けて、公開された、フィップス202の走行に反映された。また最終的に、 キャパシティを含めたハッシュ関数全体は、走行より変更されなかった。以下では、ハッシュ値は16進法で示している。空の入力に対するハッシュ値の例、入力メッセージのわずかな違いも、出力されるハッシュ値に大きな変化を及ぼす。例えば、メッセージの最後にピリオドを加えた場合、シャマイナス3においては、シェイク128及び、 シェイク256と呼ばれる2つの可変調出力の関数も追加され、望みのセキュリティ強度に応じて利用可能となる。これらの関数ではキャパシティ及びパディングガシマイナス3のうち固定調を出力するものとは異なる。キャパシティはシェイク128では256ビット、シェイク256では512ビットである。メッセージの後、 パディングの前に4ビット列1111 11がメッセージに追加され、出力は任意調に切り詰められる。追加ビット列のうち最初の2ビットはシェイクと固定調出力のシャマイナス3を区別するためのものである。続く2ビットはサクラコーリングスキームのためのものであり、将来的な社マイナス3の拡張の際にそれと区別するためのものとなる。 チャマイナス3をサポートしているライブラリーは以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。